分かった。はい、どうも、ショータイムブログです。はい、はい、ということで今回も引き続き重永アトムプロに出演して、重永、はい、じゃないです、噛みすぎだわ、重永アトムプロに出演していただいて、はい、今回はですね、サンホール新発売の赤で、はい、おー楽しみ、まあ、冬はいいんじゃない、うん、この優しいくらい、うん、そうだね、飛ばなくもなるしさ、うん、上がんなくもなるし、打ったことあります？ないのよ、ただめちゃくちゃ飛ぶとは聞いてる、そう、満飛びだったよね、あ、打った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 んだ、確かに、この前みんなでダウンを使って今回は赤を使って3ホール回って対戦、対決で、うん、で負けたら、はい、負けたら何、自腹オノフで、嘘でしょ、プレゼントで視聴者に、自腹、まあまあ、まあまあするよね、オノフってまあまあいいね、まあまあするよ、まあまあ、クラブじゃなくても大丈夫です、うん、おお、大丈夫ですか、いや全然いいよ、おお、クラブ、T とか負けることはないと思いますけど、ね、T でもないよ、T で、負けることはないって、分からない、分からない、それは、それは分からん、負けることはない、それはだってクラブが違うから、自分たちのないから、いやもう腕が違う、関係ない、腕が違う、クラブはいいんで、いやそうね、そう、クラブはいいから、クラブのせいはできないね、そうそうそう、確かに、ってことで、良さを伝えながら、良さをね、はい、伝えながら、ね、していきましょう、はい、お願いします、お願いします、136、136全然違う、どうぞ、俺行くよ、どうぞ。P、 何で言ってばいいんだこれ、A、まあ、ワンチャン A じゃね、普通のいつもの感じで俺 P だから、ちょっと一回 P で言ってみる、どんだけ違うのか、なるほど、お願いします、球めっちゃ上がるやん、おすげえ、かっか球、おいもう、ってかめっちゃ上がる球、やばいっすね、しかも球のつかまりめちゃくちゃいい、ちょっと左行っちゃいましたもんね、俺も多分 P かな、 P、 うん、 PP、 いつも P136 は、 P、 そうね、 P 軽ぐらい、っていうかむしろさ寒いからさ、う9とかかなと思ったけど、あ、確かに、でも確かにそれはあるね、ちょっと赤を信じてね、うんうん、P でも行くんじゃないかと、あ、ごめん、うわ、球高っ、やば、やっぱさ、捕まって球めちゃくちゃ上がんない、上がるし、俺もピーかもしれない、上がるし、飛びすぎじゃない、大丈夫、え、てかこんな上がるのめちゃくちゃいいんだけど、うん、優しいね、俺も 136P なんで、冬場は俺9まで、おー、いいね、高っ、簡単に上がるね、あ、やっぱでも、やっぱ飛ぶね、飛ぶわ、そして飛ぶ、赤やっぱすげえ、やっぱ赤といえばこの圧倒的な弾道の高さと飛距離だね、すごいわ、冬でもあんな上がるっていうのは、うん、確かに、これはいいね、これ何、翔太担ぐの、違う、俺も担ぐんかな、担がないよそっか、なんで俺だけそんなハンデよこれなら多分4アンダーぐらい出てた、まあ赤だからね、打った感触でも柔らかかったね、めっちゃ柔らかいっすよね、なんか柔らかくてなんであんなに飛ぶのっていうぐらい、何鉄？ステン、ステン、ステンでこんな柔らかい、ステンであの感じなんだ、うん、それはすごいね、ステンとは思えない、確かに、もう何鉄鋳造みたいな打感だね、このキャビティでね、この柔らかさ出してくるのすごい、すごいね、ちょっと飛びすぎだね、くらい、うん、150来てるね、うん、やばすぎじゃない、やばすぎじゃないそれまあカップに近づいてるから、うん、俺こういうクラブ打つことないからなんか新鮮、あ、どうなんだろうねこういうのって、 S ですか、なんかあん Sなんかこうなんかスピン入る全くイメージがないんだよ基本的には、こういうなんかなんていうか簡単なクラブってっ凍ってた、ごめん、アプローチも飛んじゃうアプローチも飛んじゃったカチカチだ、あ、でも簡単、俺だけかパートレンの、俺だけかなんだなんだアプローチも飛ぶえ、
うまくないこれ。あ、跳ねて、え、お、跳ねなかったら跳ね入ったでしょ今。いや、跳ねなかったら向こう行ってたんじゃない。いや、出てるよ、跳ねてなかったら。今跳ねてたでしょ今。すんげえ左に行ったんだけど、ただ早かったね。早かったっす。だいぶもうスピード感はもう戻ってるわ。うん、うん、おお、あれ全然前行かない。自腹プレゼントあるぞ。いやいやいや、ちょっと待って。危ない危ない、これ危ないよ。まだあと2ホールあるから、まだこれ終わってまだ赤慣れしてない。こっちそうだね、もういっぱい打ってるからな。うわー、オッケー。ちょっと待って、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 うっせーやん。今の、え、今のは何だったの。いや、跳ねた。いや跳ねてない。ナイスボギーみんな。ちょっと伝わんないよこれじゃ。頼むよ。いや、なんか心配になってきたよ。あ、その、あのだんまりだったの、うんうん、心配のだんまり。心配になってきた。いやいやいや、あの、あれをね、いくらオフとはいえどもってことでしょ。そう、俺がね、果たしてプロなのかとね、疑ったよ、あのショートパットは。普通に左外れてったの。外れてったっすね。普通に、いや、普通に左に、うん、もうイップス末期みたいな打ち方だ。大丈夫です。どうですか、初赤。初赤、いや、なんか球めちゃくちゃ上がる。そしてしかも捕まる。捕まる。これもう、自分がもしスライサーだったと思うとね、こんなに温かい山ない。本当よ、本当。でしかもさ、やっぱさ、グリーンで止めたい人でも球上がんないじゃん基本的に。ああ、確かに。スピンで止めるって正直アマチュア不可能なんで。そうそうそう。だから球の高さで止めないといけない。なんかそれがなんかすごく簡単に実現しそうなアイアン。ああ、なるほど。100点のコメント。ありがとうございます。で、これ 赤のドライバー。これ赤っす。赤に青のベンタスってなんかいいね。おしゃれ。ね、シャレオツ。いいね。めっちゃいい球入れるわ。めちゃくちゃいい球じゃん。おー、また跳ねた。程よくドロー。捕まりがいい。しかもね、なんかいいね。今だってカート狙ったんでしょ。そうそうそう。寸分の狂いもないじゃん、うん。いや、いいわ。ベンタス自体はどうなん、スピンあんまりこう捕まりづらいよね。捕まりづらいです。で、あの球の捕まりでしょ。DR ってあんまり捕まらない、ね。いや、まあブラックよりは多少捕まるけど、うん、まあ捕まりにくい部類ではあるよ ね、 シャフト的には、ね、うん。うわ、めちゃくちゃ可愛いじゃん、しかもこれ。そう、そうなんです。え、あんま普通に、そう、タイプ僕らでも構いやすい。あ、全然。やっぱ顔大事だよね。うん、大事。じゃあちょっと初打ち。でもシャフト丸だけど、ちょっと初打ちだわ。え、すげえいい球。あれめ、いや、いい感じでした今。え、なんかスピン量とかもいい感じでしたよ。本当に初打ちだから、ね、今ここで。マジっすか。そう、それであんなまっすぐ行くの。いいね。びっくりしたんだけど、感触もめちゃくちゃいい。これはいいね。ていうか 10.5 度でこの見た目っていい。うん、もっとこんなんだもんね、普通の。確かに、うん、自分の左足向くもんね。確かに、うん、いや、いいね。ど真ん中。あ、全然落ちてこない。すげえ、3人とも真っすぐ行った。だよね、ちょっとね。みんなちょっとドロー目だよ。うん、そう。ドロー、いいドロー。これはいいね。もうなんか全てが死んだ。あ、全身だもんね。全身全身。これだって、ね。ほんとだ。
変な王から外れそうだったね。いいねいいね、いや良さ出てるね。本当に初打ちであんな板も出るんだね。なかなかないよな、うん、あの笑ってるけど、あれアマチュアの中ではマシン食ってるから確かに、ね、アマチュアってあそこでシンって言うから、ああそうか、うん、もう打感とか分かってないから。そう思うとアマチュア代表として今オノフ赤を使わせてもらってるけど、うん、やっぱ曲がんないし球上がるし、うん、もうゴルフが簡単になっちゃう。こんな簡単になってゴルフ楽しくなくなっちゃうかもしれない。あ、逆にね、うん、そんぐらい簡単ってことね。でも俺それが怖くて赤手出せないんだなるほどね、うん、赤使っちゃうとあまりにも簡単すぎてゴルフがなんか俺ゴルフやめちゃうかもしれない簡単すぎてそこまである。そうだからあえて使ってないんだ。ちょっと一歩勇気を踏み出さない。みんなフェアウェイだね。さあ完璧、ここ一歩。これ俺さすがに天ぷらしすぎた。まあ、まっすぐ行けばいいよね。何よりもさ、うん、例えドライバーミスったとしても、うん、ユーティリティがあるかな。5U、4U、4U で行ってみよう。何やぞ。え、これロング？ロングじゃない？ロングです。あ、ロングなんだ。一応、はい。ちょっと打ち上げだけどさ、192とか。あ、ほんと。うん、打ち上げ入れて。うわー、6番持ってくれよ。何番？7しかない、78しかない。あ、ちょっと弱いんじゃないそれ。まあいっか、うん、手前から。手前だよ、うん、ゴルフは手前から。そうだ、 J ちょい言ってた。言ってた。えー、やば。え、遠くんじゃない。ちょっと待って、何この弾道。いやいや、ちょっと待って。届いた、届いた。ああ、いや、でかいっす。届いたどころか、でかい。やば、オーバーしてる。は7でしょ。やばいね。しかも左足下がりでしょ。うん、で、あの高さ。うん、ちょ、打ち上げなんだよ。半端な打ち上げ。ガチで7今。ガチで7、7 7と8しか持ってきてないから。あんな上がんの。マジでマジで。やばくね。やばい、なん飛び。しっかり芯外れてるし、しかもそうなんだ、うん、全部差しっぽだわ。芯外れてあの弾道出んの。出るんだね。普通に超えてったもんな。あなたが落としたのはこの赤の8番ですか、あれともこの赤の7番ですか。どっちも赤なんだ。赤の8番か、うん、赤の8番で。いい、俺クラブの、うん、オッケー。本当は多分ね、7か6なのよ、うん、この距離は。でも今の見たら8で行くんじゃないかと思って。確かに俺もなんかインパクトした瞬間にこう何か自分の中で爆発的な。うおー、乗った？手前？逆光で見えない。でも弾道がすごい。これなんて表現したらいいんだろう。弾道っていうかワープだね。うん、なんか球上がるし、うん、しかも本当に打感柔らかいよね。そう、ステンレスとは思えない。しかもステンレスで、しかもキャビティで。そう、これだけこのバックフェースのこの部分を薄くして、うん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 、あれだけ柔らかい打感出せるってどういうことなんだろう。ちょっと謎だな。しかもショートショートぶっ飛びじゃない。飛びすぎだわ。赤に変えた方がいいよ。変えた方がいいね、まっすぐ行くし。本当だよね。ぶっ飛びじゃない。ここまで飛んだことある？ないだよね。こうやってもう溶けてるもんね。うん、え、131の打ち上げ140ぐらい思ったんだけど、ここ俺らいつもセカンド6番とか持ってなかった？へぇ、P で行くわ。しかもまださ、8時ちょい過ぎぐらいでしょ。そう、凍てつく中で。ナイスオン。ナイスオン。めっちゃ簡単なんですゴルフが。え、これロングだよね。ロング。P ロングだよね。P で軽く。うん。これ QT 赤で行こうか。赤だね。うん。次は。赤で行くべきだよ。赤で行かなかったから落ちたんじゃない。それだわ。だよ、そこだよ。ゴルフ出すの遅いわ。やってくれたわ。
オノフのせいなの。これはすごい自分の腕前のせいじゃなくて、あ、違う違う違う、オノフオノフのせい、オノフそっか、めっちゃいい、この上がりやすさがめっちゃいいね。だって冬上がんないもん。そうそう、上がんないよね。わかる。これさ、マジでどれだけ売れるんだろう、こんなに優しかったら。ね、グローブライドの株買おっかな。あれ、俺手前か。でもあのこのあったあった、手前か。てか、え、2つともオーバーしてんじゃん。マジで、マジで、え、P だよ。同じとこあるよ、ほら。うわ、 P でオーバーか。マジか。7ちょっとすごいわ、あそこから。確かに、あれやばい、攻撃的な。見てください皆さん、これがオノフのダイヤモンドバックフェイスでございます。ちなみに私が命名しました。あ、そう、これ、これもこれパターだろ。ドライバーいい、マジでいいドライバー。アトムさんか。あ、そっかそっか、そうだ、いつも俺らが一番遠いからさ勘違いしてた。サードショット、はあ、確かに効率的でしょ。え、俺めちゃくちゃいいと思ったんだけど今。俺も今あれですよね、オノフじゃないですよね、今グリーンだね。アプローチも飛ぶわ。俺 A でやってみるわ。 OK、 勘弁してよ今の。これほんとグリーンエッジじゃね、落とすの、ね、球が打った球の勢いよりも全然強かったし。おお、行くよ行くよ、やばいやばい、行くよ。止まった。オッケーオッケーオッケー。ボールがこれぐらいで飛んでんのに、あの、落ちた瞬間に加速するって。うまい。これはうまい。めっちゃうまいじゃん。ナイス。アプローチもいいね。うん。いや全然いいよ。これ自腹あるわ、ちょっと。これもいいからさ、本当に打てるな。ちょっと自腹はめっちゃ嫌だ。これはいいわ、これはいい。グリーンの線できないわ。うん、あ、そうなの、誰かなんかしてたけどね。うん、できないできない。間違いなく俺の見たからでしょ、ね、あなたたち2人は。俺の見て腹いっぱいで笑ってた。それはもう惜しい。うわ、うまい。ナイスパー。ナイスパー。よし。まだまだなんとか耐えた。今のアドバンテージだとまだ耐えた。まだ分からない。よし、耐えたね。ピンがまだ凍ってんだよ。グリーンじゃなくてピンが凍ってるよ。なんか。だから弾きもいいんやな。あのさっき弾かれたのも。そうそうそう。弾きがいい。止まるよ。惜しい。まだ遅い。これもこっから取っちゃおうか。これバージパットじゃん。そうだよ。どうしように。勝負強いね。やっぱアマチュアに合ってるね。赤は。勝負強いね。だからか。そう、赤アマチュアに合ってる。だから逆に言うと赤を使うとプロに向かう。てか待って、7万円であんなとこまで行くの、すごくない。赤ですよ。190だったもんね、だって190に。しかも打ち上げね、ぶっ飛びなんだけど、さすがに。もロフト立ってるからでしょみたいなこと言う人いるけどさ、 あんだけ球上がったら、うん、上がんないよね。そうなんです。立つも寝るも何も、うん、最初オール。はい、最初オールです。カンがリードします。なんと。ちょっと赤なのに。あんな右行く。スタートホールに。右はセーフなの。右はセーフです。
こ広いか。うん。はあ、めちゃめちゃいい球じゃないですか。すげえ信じられないぐらいいい。あれ、いやめちゃくちゃいい。これ来年赤赤全然ある全然あるたらまずい。あ、大丈夫じゃね。しかし捕まるね。赤だから捕まる。なるほどね。全然大丈夫。あれで収まるよ。全然いいね。うん、いいいい、まあ、捕まりの良さが出ちゃったな。いいじゃん。まあ、捕まるって言ってもでもあんまねじれないよね。なんか極端な。うん、そうですね。あの出だしから左に行くとか、そういう意味ではないから。そう捕まるって。まあ、でもあんまアマチュア用のクラブは打たないですか。打たない打たないですか。全然、まあ、アマチュア用というかそのアベレージゴルファー向けのね、これは全然そういった感じではない。うん、全然ないの。プロがあんないい球打ってるからね。そう、プロがあんないい球。そう、普通プロはいい球打つ。まあ、じゃあちょっと一人だけアマチュアらしいところ行ってくんね。お、飛んでる。うん、いや飛んでる飛んでる。バトムさん飛んでますね今の。なんか幅広い人に 使ってもらえそうだな、このクラブ。確かに見た目もシンプルでかっこいいし、うまい人も。しかもさ、上がさ、あのほらクラウン部分がさマットブラックじゃん。あー確かに今流行りのちょっとそうね、かっこいい、ね、かっこいいんだよ。かっこいいのよ。これだけあればいけるよ、ね、そうだっけ。いいとこにある。いいとこいいとこ。え、あったの、うん、あーいいとこいいとこじゃん。何番のクラブがね。150、9番。おいや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 、でかいぐらいだよ。マジ。しかもピン、しかもピン筋ってなかったよ。めっちゃ筋ってた。いや全然余裕だったよ。マジ。確かにアゲンストだね。うん、アゲンスト。このアゲンストで届いてるよ。もう来年赤決定だね。あ、冬場いいね。いや俺こんなに簡単だとちょっとゴルフ楽しくねえな。逆に使えない。夏もいいかも。すごい。マジで。これは夏恐ろしい距離。確かに確かに。難しいクラブ使ってる場合じゃないね。そうだね。なんか分かるんだよ、自分のゴルフはオノフありきになってきたっていうのが、うん、打ち上げ、これ打ち上げ入れて多分133とか134ぐらい。ありがとうございます。スイカも、うん、あそこ上げてんのか。Pだ。うん、そうだね。133P。 そう思うとよく届いたの9で。いい音。え、はあ、うわぁ。いや、それ P、 P です。これいい音やったの。しかし、いや、でもマジで辻った。うん、あの左足下がりなんだけど、めちゃめちゃ、うん、俺さっきから全部辻ってんだよ。全部が辻ってる。これやっぱり赤の力だ。直進性が高い。128ピッチング。はあはあ、めっちゃ簡単。簡単、めっちゃ簡単。もうこれもう賞金音簡単に取れそう。なんか俺このでかいとさ、うん、捕まりが悪いイメージちょっとあるのよ。はい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 。勝手なイメージで。ああ、で打ったらめちゃくちゃ捕まるのよ。確かに。うんうんうん、なるほど。その安心感はすごくある。なるほど。
俺はもうこの赤とは心がつながってるような気がする。早くないもん。もうグリップを握った瞬間に神経や血管が全てアイアンの中を通って、全てが自分と一体化したような気がして、それがやっぱこの赤の良さだなって思う。ちょっとよく分からなくなってでももうなんか一発目から良かったもんね。確かに、あのショートホールからもう。そうなんですよ、そこなんですよ、うん、本当だ、ホールでけえ。でかすぎじゃないじゃん。全然でかいじゃん。あんたのとこまで行ってんの。え、ちょっと待って、あそこまで行ってんの。あ、なんかさ、ちょっとあれやらせ感だ、あんな飛んでると。え、マジ180くらい飛んでんじゃん、だって。おー、微妙ですかして。まあ凍ってんね。まあどうせ赤だから。そうだね、寄るんでしょ、その難しいアプローチも、この逆目のペッタリタンだ。うん、あれあれ、自腹危ないよ。自腹危ないよ、本当に。だって危ない、危ない、だいぶ、だいぶ、あざす。まずいな。見てみて。スリー。あのスリーとか言わない。今聞こえたよ。聞こえちゃった。うん。ごめんごめんごめん。出ちゃった。こっから実力が出るからさ。ここ赤じゃないもんね。そうなんだよね。おー、惜、ナイス。うまい。オッケー。オッケー。じゃあ、バーディーパットですね。バーディーパット。なんか今、耳遠かったみんな。え、なんか言ってた。わかんなかった。もういいオッケー。あ、ありがとう。いやいや、違う違う違う。あ、違う。缶じゃない。どう見ても缶じゃない。うん。違う。ナイスパス。あ、そう、カメラお願いします。はいはいはい。さあ、自腹は結局逃れかな。結局ここ二人なんだ。いや、どうせそう分かってた俺は。あ、俺も最初からそう思ってる。それはもうそうなんだ。うん。いや、でも激ムズ。これ勝負のパットやな。スリー。スリー。あれ、うわ、めちゃくちゃ切れるやん。カートカラス行った。いや、めちゃくちゃ切れたね。しかし本当に左出したよ、ま、さらに切れた。ウィニングパット。これじゃん。おい、ゲーナイス、サンクってことで、ってことで、翔太が僕2オーバー、俺が1オーバー、俺も1オーバーということで、僕が自腹オノフです。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとオノフにちょっとお世話になってるんで貢献しないと。視聴者さんプレゼントですよね。はい、プレゼントです。視聴者さんは翔太くんから買ってもらったオノフを使えるという。あ、クラブなんすかこれ。クラブじゃなかった。クラブですね。クラブなのこれ。どう考えても嘘でしょ。あ、クラブでしょ。いや、俺 T かなと思って。T? え、なに、登録者数17万人が T? 何言ってんの。クラブなの。いや、アイアンとまあね、赤の宣伝室で T はないでしょ。いや、でもフルセットまであるから。あるあるある。いやいやいや、フルセット。じゃあ民主主義によって。いやいや、それはもうそうなるじゃん。それは民主主義じゃないのよ、それは。俺一昨日セブンアンダーだったんだよ。どこで。撮影だとなんでこんなんだ。あ、みのりみのり。あー、あのヤバいとこね。そう。おー、はい、はい、じゃあこれ、そうだ、でこれ、視聴者の1名にこのサイン入りのオノフのバッグがプレゼントされます。これは
概要欄から応募できますか。はい、応募できるようにしておきます。はい、で僕の自腹プレゼントは、まあ、そこはなんか概要欄に書いておきます。まあ多分 T かな、T かな、ドライバーとか T になるかなと思うんですけど、まあ自腹でドライバーの赤分割でグリップも多分ちょっとねいいやつ、うん、確かにヘッドカバーもなんかね別で欲しいんじゃないかな、うん、ヘッドカバーもしあのくださればそちらにもサインいただく。はい、じゃあどうでした赤。いや、いいに決まってるでしょ。いい、うん、見てわかるでしょ、うん、もう寸分の狂いもないショット。確かに。そしてね、カン君は明るさまやったね。完全に赤だけで、うん、全然違った。確かに赤だけで、全然違った。いや、多分こういう、ね、反応がちゃんとしてるもん。いや、多分こういう発言がスポンサーもつくんだ。あ、なるほど。ただうまいだけじゃなくて、そう細かいところまで、やっぱ魂が細部に。そっか、俺らにつかないとこは、そこ急いとくか。そういうとこなんだ。いやいやいや、でもよかったよね、クラブ。確かに、本当に良かった。アイアンは捕まるし、球上がるし、もう、うん、というかね、10.5 度とは思えない顔の様子。そうなのよ、うん、そう。これ普通に普通こんなんなのよ、10.5 度のクラブ。これはさ、もう当たり前じゃん、捕まるの、うんうん、これはいいよ。ちょっとね、一回あれですね、店頭で構えてみて。あとさ、これさ、このスライド式のさ、重りがあってさ、確かに、しかもこれまだここまで、そう、これもいいよ。まだこれここにあるからあれだけど、これまだこっち行ったらもっと捕まるから。あ、確かに確かに。いくらでもカスタマイズできるんですね。そう、重くもできるし、うん、で、こっちにも、あら、ないないか。ほんと、ほんと、ほんとあるっすよね。ほんとあるんですよね。ほんとあるっす、ここに。ほんとある。これ XCBT でね、うん、そう、で、ここの重りと一緒に付けれるっていう。そうそうそう、ベンタス付けてきた。あ、そうですね。なるほど。もう純正シャフトもめっちゃいいですもんね、この人は。うん、この前純正シャフト1ミリも曲がらなかった。台湾だからさ。そう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 、天下の台湾。そう、釣りやめるから分かんない。あ、釣りやられますもんね。そう、釣りやるから。シャフトはもう台湾はもうピカですよ。なるほど、何も言わなくていいですよ。アドムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。